ましょう。そんなにね難しくないので大丈夫だと思います。プレパラシオンで手も開いてグランプリエです。難しい、グランプリエがねちょっと難しいですね。はい、軸足を引けないようにして、はい、一番通過して、はい、プロムナードです。かかと前にするよ。はい、ここ第3ですね、プリエ。はい、ターン15番。そう、頑張りました。つま先伸ばしてね、一番をきれいに通過しましょう。プロムナードです。足下げなければいいですね。真後ろに、かかと前にして、かかと前、プリエ。はい、また先生から矢印で注意されるよ。本当にかかと前頑張ってください。ではバトマンタンジをやってみましょう。お願いします。飛んでバドブレ、はい、後ろ、はい、8方向に飛んでバドブレ、4分の1ずつバトマンタン中です。右足が前になります。ルルベをします。5番からのピルエット、後ろ行きましょう。後ろじゃない、左行きましょう、ごめんね。はい、8方向に飛んでパドブレ、後ろ、2方向に飛んでパドブレ、そうです。4分の1ずつ、左足だけ、左足だけ、はい、左足が前になります。ルルベになってピルエット、プリエまで大切にしててください。アッサンブレやってみましょう。アッサンブレ、アッサンブレ、ルーブル、アッサンブレ、グリッサード、アッサンブレ、グリッサード、アッサンブレ、パドブレ、パドブレ、アンドルダン、プリエ、アンドルシャンカトル、アッサンブレ、グリッサード、アッサンブレ、パドブレ、アントゥルナンプリエ。はい、いいです。アントゥルラセ、第3からペッテ、第1、はい、シソヌレ履けましょう。今ね、アラベスク足が真後ろじゃない人がたくさんいます。はい、いいです。はい、良くないです。はい、皆さんちょっと元に戻ってきてください。いつもソフィーの YouTube チャンネルを見てくださってどうもありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録、そして高評価も合わせてよろしくお願いします。いつもありがとうございます。